19は、髪の毛座にある、渦巻銀河である。乙女座銀河団に属しており、メシエカタログに含まれる天体の中で最も大きな、交代速度を持つ。銀河を、真正面から見た、フェースオン銀河で、1846年に、ロス教によって、この地銀河に次いで2番目に、過剰構造が発見された銀河である。条件が良い時に、 合計6センチメートルの望遠鏡で中心部の一部が丸く星雲状に見える。合計10センチメートルでマラスは明るい反転があり、これが中心から離れると数が少なくなっていく様子が好条件で見られるとした。しかし一般にはぼんやり見えるに留まる。合計20センチメートルでははっきりとした2個の角が見られる。この外観を神風車に見立てる人がいる。 合計 30cm で2本の腕が、合計 50cm で3本の腕を確認することができる。2015年までに SN1967H、SN1972Q、SN1986I、SN2014L SN の4個の超新星が発見されている。初の暗黒銀河候補であるベルゴヒ21は、 M99 の腕ではないかという説がある。1781年3月15日にピエール・メシャンによって発見された。M98、M99、M100 はメシャンによって同時に発見されている。同年4月13日、シャルル・メシエは座標を計測し、彼のカタログの第3版を脱稿する直前にカタログに加えた。メシエは 星のない星雲で青白く、M98 よりやや明るい。七等星と八等星の間に挟まれているとしている。ジョン・ハーシェルは、極めて目立つ目標。明るく丸く中央が明るい。三個の過剰部分からできているとした。1848年、ロス教は過剰で明るい星が上にある。星雲の薄い部分がこの星を横切って、ある程度伸びている。 主な枝は下にあり、右方向に旋回するとした。ダレストは大きく明るく、ピカピカときらめく。枝は少し分かれる。橋の型で拡散しているのがはっきりするとした。ありがとうございます。